どうもクレハです。ゼルダの伝説夢を見る島、続きをプレイしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。で、早速レベル2のダンジョン攻略していきましょう。何だったっけとか思っちゃった。これな、鍵はないので右行くしかないのか。うまーい。自画自賛。超うまーい。横はダメだったみたい。ヘバラのごまだれ。コンパスを手に入れたよ。まだ。これジャンプね。ジャンプ。エバラのごまだれ。ジャンプ。マジで？あれ？ジャンプだね。遅いのかな？押すタイミングが。ちょっと早めに押すよう心がけようか。よいしょ。からのごまだれ。これ。ビビビビ。なんで？誠に遺憾である。よいしょ。ひー。今の当たんの？マジで？今のは当たり判定なんすか？絶対当たってないと思ったんだけどな。ちょいでー。いい子。くちばしを手に入れたよ。もう早速ヒットポイントが1しかないんですけど、どうしてくれようか。落ちそう。
倒しても何も出ないとは分かっていても。危ねえ危ねえ危ねえ。ここで待つか。よいしょ。オッケー。床の模様を一つにすれば新たな道が開かれる。何のことですかね。お、いや宇宙ボスだよな。確か。いやだよねー。死んだ。何もせずに終わったなぁ。マップ的には、あ、そっか、あ、ちゃよし、あれ、ちょっと戻る。コンパスは手に入れてるけど、まだマップは手に入れてない状態か。マジで今の受けちゃうんだ、ダメージ。カナピーボアぶんない。よいしょ。よいしょ。そや。ジャンプで避けなきゃいけないんだっけ、これ。迫り来るサイクロプスを。ってわけじゃないな。違うな。どうやったら避けれるんやっけ。右左に避けちゃいけないのか。後ろに行くべき。あー、どこでしょ。今度はなんか腕を振りかざしたら後ろに行ってみるか。
やべえやべえやべえ。よし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 。ああ、息を呑む戦いだった。これはあれか。最初大耳の魔物、最後ドクロナイト。さあ、何のこと言ってるんですかね。先にここの宝取るか。マップを手に入れたぞ。全然来へんやん。200までまだ先が長い。危なかったね今、割と。てててて、パワーブレスレットを手に入れた。パワーブレスレットは自動装備型だから気にしなくていいですね。あ、こっちじゃないわ。ビビビビン。あ、ちょちょ。ちょっとずつ下ずれてるね。お主よく耐えたな今。あっという間にやばいよ。あっという間にやばいよ。ここをノーダメでいけるんですか私。ちょ、あなた邪魔やねんな。ちょっと一回。ワンチャン。今です。バラのごまだれ。ボス部屋の鍵を手に入れた。ちなみに今は？まあ、まあ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 。判定が吸われたなぁ。判定吸われたなぁ。よしよし。どうやって橋を登ってるんですかね。
さて、ノーダメでいけるんでしょうか。神の味噌汁。今度の相手はわしでごじゃるよ。ひゅ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 。つぼまおう。ジャンプしたら避けれる思うじゃん。ジャンプしたらこう。敵の火の玉より上通過できると思っちゃん。違ったね。50ルピー手に入れた、割と嬉しい。よし、200突破。人生そんな甘くはなかったね。あぶ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 、危なかった。そういや、今度こそ。よいしょ。よいしょ。あ、すいませんね。動けないでごじゃる。でも大丈夫でごじゃる。そんな生倉の剣はこの壺を壊せないでごじゃる。ここの壁の方がよっぽど硬いでごじゃる。はい。はい。この壺がある限り不死身でごじゃるよ。こっからだよね。なんてことするでごじゃるか。わしはもう許さんでごじゃるよ。やめだあれは盾じゃ防げないんですね。あれは盾じゃ防げないんですね。
さあ、ここからです。これは、いやー、来ないでー。あれは火の玉は返せないの。ホーミング性能。絶対当たってる、絶対当たってる。どう倒すんだったっけ。はい、そういうことね。しかも火の玉剣で消せるんだ。ノーダメいけたやん。あ、かすった、かすったぜ。よし。今度こそ。今度こそ一発で勝つよ。敵自らさ。ヒントをくれるって優しさの極みだよな。当たっちゃった。ダメなのかな。何気なく回転蹴りを
していた。普通の攻撃でも良さそうだな。タイミング悪かった今。どうしてどうしてよし、今度こそ。B ボタンがキルボタン。2発ぐらい当てれるのかな。2発ぐらい当てれそうな感じはするね。倒せたー。やった、洗脳ダメ。ハートの座を手に入れた。やったね。巻き貝のホルンを見つけた。草原、草原、草原が待っている。草原、草原、草原、草原。はい、ということで、無事第2面をなんとかクリアできました。上手い人だと一発でクリアするんやろうけどね。私はアクションが苦手なので、ちょっと時間かかりましたが。よいしょ、あ、取れなかった。はい。ということで本日ここで終了です。また次回をお楽しみに。バイバーイ。